聖書を拝読します。第一列王記18-30-35です。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼らに近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、糸の大石を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、4つの亀に水を満たし、その前所の生贄とこの焚き木の上に注げと命した。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。アーメン。聖歌台の賛美の後、ムンシニョン牧師がメッセージを取り次ぎます。愛する生徒の皆さん、今日水曜礼拝のメッセージのタイトルはカルメル山の祭壇の教訓1回目です。最近はコロナ禍の中で多くの人が大変な思いをしていると思います。1年以上続いていますが、韓国だけでなく全世界の経済活動が萎縮されて中断されて、多くの人が辛い思いをしています。ところがこのような状況の中で、かえって前より儲けている人もいて、成功した企業もあるそうです。インターネットや通信、ゲーム、インターネットショッピングモールや宅配会社などは以前より売上が上がったそうです。厳しい状況に追い込まれて落ち込むのではなく、自分たちが持っているメリットを生かして成功につないだのです。第一列王記16章を読んでみれば、北イスラエルの7代の王のアハブのことが書かれています。バールに仕えるシドン人の王の娘イゼベルと政略結婚をしました。それでバールとアシェラという偶像を持ち込んで、神の祭司たちをたくさん殺して、主の祭壇を破壊しました。これは今のコロナ禍よりもっと劣悪な環境ではなかったでしょうか。そのような悲劇的な状況の中でも、預言者エリアはカルメル山の祭壇を建て直して、火の個体を引き下ろして神様に栄光を返しました。大変な状況の中で神様に栄光を返したエリアのように、私たちも今の状況で絶望したりしないで、さらに信仰を見せて神様に祝福されましょう。万民教会もカルメル山の祭壇のように勝利の炎が燃え上がりますように。今日の本文は皆さんがよく知っている内容ですが、簡単に伝えます。バールという偶像と神様のうち、どちらが本当の神なのか賭けをしました。祭壇の家に格子を乗せておいて、それぞれの神に求めて火で応えるのが本当の神だという霊的な対決でした。まずバールの預言者450人とアセラの預言者400人が大きな声で自分たちの神々の前で呼ばわり、祭壇のあたりを踊り回りながら剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけたのですが、何の答えもありませんでした。しかしイスラエルの神は生きておられるので、エリアの祈りに応えてくださったのです。偶像の預言者たちは数も多かったです。850人でした。また国の王が背後についていました。権力もありました。財政もありました。立派な祭壇も作ってあります。
多くの民を自分の味方にしました。しかしエリアは一人でした。助けてくれる人もいませんでした。権力も財政もありません。主の祭壇は壊れていました。偶像の預言者たちに比べてないものがたくさんありました。今のコロナ禍の中の状況よりもっと大変ではなかったでしょうか。私たちは最近感染防止のため正殿で礼拝を捧げても人数が制限されます。私がある生徒さんの家を訪問しました。ところで行ってみたら地域長と組長もすでに来ておられました。とても寒い日でした。去年12月、昼もマイナスでした。それで人数を数えてみたら、その家の夫婦が2人で、地域長、組長、私まで5人です。でも、その時は5人以上は私的に集まってはいけなかったのです。それで部屋に4人しか入れないので、仕方なく組長に言いました。一人は外でいなければならないので、申し訳ないんですが、外で待っていてくださいと。そうでなければ、5人以上が集まったのが、人に知られたら、10万ウォンの罰金を払わなければならないのです。国の政策は守らなければならないんですね。礼拝が終わって出て行ったら、組長は外で立っていました。とても感謝でした。普通なら、じゃあ私は帰りますと言って帰るかもしれないんですが、その方は礼拝が終わるまでそこで待っていたのです。寒かったんですけれども、でも外でも、訪問礼拝のために熱い心で祈っていたのですね。とても万民教会の働き人の皆さんの姿はとても素晴らしかったです。ところで預言者エリアの時代にはどうだったでしょうか。エリアの周りには一人も助ける人もいなかったのです。そして主の預言者なら捕らえられて殺されました。今は教会に来た人が感染が確認されれば聖殿が閉鎖されたりしますが、エリアの時代には教会にあたる主の祭壇が全部破壊されました。このように今よりももっと劣悪な環境だったのですが、預言者エリアはカルメル山の祭壇で霊的な対決で勝利して神様に栄光を返したのです。どうしてそれができたでしょうか。カルメル山の祭壇の教訓にはいくつかあります。本文を読んでみれば、偶像の預言者たちにないものがエリアにはありました。火で答えを受けるための必要な3つがエリアにはあったのです。この3つは何でしょうか。私たちもこの3つを備えて、今の状況の中で守られて祝福されて、カルメル山の祭壇のように万民教会も祝福とリバイバルの炎が熱く燃え上がるようにと願いたいと思います。空想の預言者たちにはなかったのですが、エリアにあったものは何でしょうか。カルメル山の祭壇で学べる教訓第1は、壊れていた主の祭壇を建て直したことです。今日の本文30節から32節を読みます。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは、主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って住人の石を取った。その石で彼は主の皆によって一つの祭壇を築きとあります。バールとアシェラの預言者たちは
人数は多かったし、持っているものも多かったし、権力もありましたが、祭壇にはあまり関心がありませんでした。ただその前で大きな声で呼ばわり、自分たちの身を傷つけたり踊り回ったりしました。しかしエリアはまず主の祭壇を調べてみました。あちこちが壊れて傷ついていました。エリアは悲しかったです。それで切なる心でその主の祭壇を立て直しました。神様に生贄を捧げる祭壇が破壊されて傷ついて壊れていたのです。それをエリアは立て直したのです。その時ヤコブの子らの部族の数に従って十二の石を取ったとあります。ヤコブの石が別にあったのではありません。ヤコブの子らの部族の数に従って周りにあった石を十二個持ってきたのです。特別な石があったわけではありません。ここで私たちはよく調べてみたいと思います。祭壇が壊れていましたが、再び築く時使われる石がちょうど12個だけいるでしょうか。傷立て直すために祭壇を築く時石を使うなら、ちょうど12個ではなくて13にもなるし11にもなるのではありませんか。そして完全に破壊されていたなら、それよりたくさん必要かもしれません。反対にあまり祭壇が壊れていなかったなら、それより少なかったかもしれません。でも本文を見ると12の石と正確に記されています。これには霊的な意味があるのです。ヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取って、その石で祭壇を築いた理由があります。私はその意味について心に抱いて祈ってみました。するとこの御言葉と連れ合いとなる聖句が思い浮かびました。黙示録21-12です。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあったとあります。新しいエルサレムに入るためには真珠門をくぐりますが、その門の上にはイスラエルの子らの12部族の名が書いてあったのです。次の14節を読んでみるとこうあります。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあったとあります。道会長先生が書いた天国の本を読んでみれば、この説明があります。最近皆さんも道会長先生の本を読んでいるからよく知っていると思います。新しいエルサレムの城壁に書いてある、城壁にある12の土台石は新しいエルサレムに入る人々の心を表すと言いました。都の城壁には12の土台石があって、それには子羊の十二使徒、つまりイエス様の十二弟子の名が書いてありました。これは救われる民の中で十二弟子のように献身して福音を伝えて清められた人、命を尽くして忠実に仕えた人、使命を果たした人が新しいエルサレムに入るという意味なのです。新しいエルサレムの12の土台石のことです。その12の土台石は新しいエルサレムに入る人の心を表しているのです。それで12の門の上に書いてある12部族の名よりは、12の土台石の方がもっと重要なのです。
新しいエルサレムに入る人の心を表しているから、新しいエルサレムの十二の土台石にはイスカリオテユダの名前は書いてあるでしょうか？ないでしょう。十二弟子の名が書いてありますが、イスカリオテユダの代わりに誰が新しい弟子として入りましたか？ペテロが生徒たちを集めて聖霊に満たされて祈りました。その後12番目の弟子を新しく選びました。それで120人の生徒が集まったところで、一人の人を新しく選ぶようにしました。その時ユストというヨセフとマテアという人が、マテアという人がいましたが、二人の中でくじを引いたらマテアが当たりました。それでこの新しいエルサレムの十二の土台石にはイスカリオテユダではなくてマテアという名前が書いてあるでしょう。それには霊的な意味があります。一つはイスラエルの民族だけではなく、異邦人も神の子供になれるという意味です。もう一つは主がよみがえって天に上げられた後、主のために働く主のしもべがこれにあたるのです。神様の御心に従って主の働きをする主のしもべのことです。私は考えてみました。私も清められて御霊の歩みに入り、全く聖なるものとされて新しいエルサレムに入ったと想像してみました。すると新しいエルサレムの十二の土台石を見に行くでしょう。そこでマテアという名前を見た時、私もそれに属すると思います。どれほど光栄なことでしょうか。ちょっと違う話なんですけれども、今回連合神学校で多くの方があまり志願していないので、ちょっともどかしかったのですが、新入生を募集していますので、はい、本論に入りましょう。黙示録21の19には、都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていたとあります。その宝石にはそれぞれの意味があります。霊的な意味があります。旧約時代のエリアはヤコブの子らの部族の数に従って十二の石で祭壇を築きましたが、新約時代を生きる生徒たちは私たちの心の神殿を十二の土台石の宝石で築かなければならないのです。そうしてこそ美しい心になるのです。人は罪と悪によって染まってしまいました。それで敵である悪魔サタンによって人の心は破壊されているのではありませんか。皆さんの心はどうでしょうか。もしかして壊れているのではありませんか。万民教会に出会って、同会所先生に出会って、清めの福音を聞いていますが、一生懸命に祈っていますが、まだ完全ではない姿があるのではありませんか。傷ついたり、イライラしたり、不満を抱いたり、人を理解できない心、感謝できない心がまだあるのではありませんか。このように石のように硬い心、干からびた心があるなら、それを取り除いて新しいエルサレムの中二の土台石で心を立て直しましょう。エリアが壊れていた祭壇を立て直したように、そして十二の石を取って新しく築いたように、私たちも
心を中二の土台石の宝石で美しく立て直しましょう。はい、十二の土台石について簡単にその意味を説明します。はい、十二なので少し長いのですがよく聞いてください。第一の土台石は壁玉です。霊の信仰を意味します。信じますと告白してもいざとなると疑ったりする人はいませんか？祈っていたのに途中で諦めてしまったことはないでしょうか？自分の考えと自分の思いに合うことだけ信じようとしているのではありませんか？霊の信仰はそういうものではありません。その肉の信仰は取り除きましょう。アブラハムやペテロのように一度信じたのは最後まで変わらずに信じる信仰を意味する壁玉で心の祭壇を築きましょう。第2はサファイアです。真実な心です。真理にあって心を決めたなら変わらない心です。ある人は主のために生きると心を決めたのに世の誘惑に負けてしまう人がいます。心が揺れたり世と妥協したりする姿はありませんか？そのような石があるなら取り除いてください。ダニエルのように火の燃える炉に投げ込まれても空城の前に拝まなかったダニエルの3人の同僚のようにまっすぐさと設備を意味するサファイアで心の祭壇を築きましょう。第3は玉髄です。これは犠牲と愛です。相手に仕えてあげたのに相手が分かってくれないとき、見返りがないとき、その愛の心が冷めてしまいがっかりして相手を憎くする人は憎く思う人はいないでしょうか？玉髄は犠牲の愛を意味します。どんな代価も求めないで神の国のために犠牲にすることができる心です。ルツがそうでした。何の希望もないのに姑について他国に行きました。年を取った姑についていても何の希望もないと思われる時もルツは自分を犠牲にしてナオミを愛してイスラエルまでついていきました。ですから私たちは玉髄の心で心の祭壇を築きましょう。第4は緑玉です。善意と正義と真実という光が結ぶ実がまだ結ばれていない人は心の中にある闇を捨てましょう。そして壊れて尖った石があるならそれを取り除きましょう。この世では人が叶えるべき徳目がありますが、善と真と美と言いますが、光が結ぶ実は善意と正義と真実です。この3つが必要ですね。でもただ善意だけあって正義が欠けている人もいるかもしれません。そうすると優柔不断で妥協することもあります。しかし正義だけあって善意が欠けている人もいます。そうすると優柔が効かない人になってしまいます。ですから善意と正義も兼ね備えていなければならないし、真実も大切です。真実はいくら歳月が経っても変わらない心です。ダビデとエステルのように正しくて清らかな心です。これが緑玉です。第5は赤島メノです。マイは忠実に
仕えて奉仕をするのが楽しく幸せだったのに、もしかして最近は信仰生活において喜びが消えて祈らなくなって熱心が冷めているのではありませんか。モーセのように前科を通じて忠実である赤島メノの宝石で心の祭壇を築きましょう。第6話、赤メノです。情熱的な愛を意味します。教会の試練の時、魂への愛が冷めているのではありませんか。教会のための心が変わってしまったのではありませんか。神の国のためには苦しみがあっても気にしないで自分の命までも惜しまなかった使徒パウロやモーセのように情熱的な心愛を回復しましょう。第7話、帰還難石です。この霊的な意味は憐れみです。皆さんの周りにもしかして到底理解できない人や許せない人がいるでしょうか。そのような心があるなら悪です。取り除きましょう。ステパノのように石に投げつけられて殉教する時も、その人々を許したようにすべてを善を持って理解して受け入れて憐れむ心を意味する帰還難石で心の祭壇を築きましょう。第8話、緑柱石です。寛容を意味します。ある程度待っていて耐え忍んでいたのに、途中で疑ったり悩んだりする姿はないでしょうか。望みを持って平安な心で気を落とすことなく神様を信じて感謝を持って最後まで待つ心が緑柱石の心です。失望することなく寛容を尽くす心です。この宝石で心の祭壇を立て直しましょう。第9話、王玉です。善そのものを喜ぶ温順の心です。例えば苦手な人がいて、その人とは会いたくもないし顔も見たくないと思う人がいるのではありませんか。親しい人とは会いたいし何でもしてあげたいのですが、苦手な人がいて好き嫌いがあるのではありませんか。でも自分に利益にならなくても、善が好きで自分に不利益があっても善を行う温順の心の王玉で心を築き上げましょう。第10話、欲玉寺です。何かをするとき自分の思い通りに決めて、自分がしたい通りに肉の思いによって行う人はいませんか。何をしても真理を基準にして見分けて、すべてのことにおいて御霊に従って自制する緑玉髄の宝石で心の祭壇を築きましょう。第11話、清玉です。清潔さを意味しています。心に罪がない状態です。傷もシミもない、責められるどころのない清い心です。皆さんの心に潜んでいる悪闇はありませんか。日常生活でまだやめていない悪はあるのではありませんか。まだ徹底的に悔い改めていないところはありませんか。徹底的に悔い改めて罪の性質を取り除いて、絵の具のように清い心、清玉で心の祭壇を築きましょう。第12話、紫髄章です。乳腕を意味します。まだ短気な心で憤ったり人を許せない人はいませんか。すべての人を抱ける受け入れる大きい心になればいいでしょう。柔和な言葉と品がある人格、公正な行いで徳を高めなければなりません。
狭い心で徳のない壊れている心があるなら取り除いて、紫水晶で心の祭壇を立て直しましょう。十二の土台石の霊的な意味を調べてみました。これは全部合わせれば神様の心になります。主の心になります。十二の土台石の霊的な意味の中には、新しいエルサレムに入れるための御霊の九つの実と愛の章があります。15の愛の章の特目があります。それから8つの幸いが全部その中にあるのです。十二の土台石の霊的な意味を心に刻んで、その美しい心に気づかれた人は新しいエルサレムに入れるのです。御霊の九つの実があって、愛の章の徳目が15があって、八つの幸いがあります。それを全部足すと多いんですね。30人にもなります。でもそれが溶けてある結晶体というものがこの12の土台石なのです。12くらいはできるのではありませんか。新しいエルサレムに入る門は12があって、それは真珠からできています。もう白く21の21です。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていたとあります。なぜ真珠門でしょうか。新しいエルサレムに入ろうとする人は真理の宝石のような美しい心に立て直そうとしますね。それは真珠貝が真珠を作り出す過程と似ているのです。ただ時間が経つからといって簡単に真珠が作られるのではありません。多くの苦しみと犠牲が必要です。待って耐える時間が必要です。努力と労苦が必要です。そうしてこそ商品価値のある天然真珠が作られるのです。真珠貝の弱い体の中に異物が入った時、どれほど苦しいでしょうか。その苦しみに耐えながら、真珠貝は体を覆っていた膜の表面が剥がれて、分泌液で異物を包み込むようになるそうです。ところでその分泌物に覆われた真珠の層ができますが、その層は最小限 0.5 ミリメートル以上になってこそ宝石としての商品価値が認められるそうです。一度で作られる真珠層は普通1マイクロメーターだそうです。そのために天然真珠が宝石として認められるためには、数千回以上分泌液で異物を包み込んで、真珠層が数千枚以上重なってこそ一つの真珠ができるのです。一度で作られる真珠層は1マイクロメーターです。とても安いのです。それが真珠になるためには、長い間苦しみながら、その苦しみに耐えながら苦労して真珠が作られるのです。私たちの目にはとても小さい真珠と見えるのですが、これ一つを作るためには、これほどの多くの苦しみが必要なのです。数千回以上異物を包み込んで自分を犠牲にしなければならないのです。
愛する聖徒の皆さん、私たちもまだ宝石のような御霊の心、全く聖なるものという人の心になっていないからといって、失望しないで、気を落とさないで、諦めないで、真珠貝が真珠を作り出すように、一枚一枚、涙で、悔い改めで、感謝で、愛で、石のような自分の心を幾重にも包み込んで、宝石のような美しい心を作り出していきましょう。だからといって、あまりにも時間が長くかかってしまってはいけないのです。のんびりしていてもいけないのです。時間が経てば何とかなるだろうと安逸な心を持っていてはいけません。第一でテサロニケ 5-23 に、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるどころのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにとあります。これは全く聖なるものとされた状態で、霊、魂、体が完全に守られていなければならないという意味です。道会所先生がそのように説明してくださったのですね。私は聖書のギリシャ語を探してみました。ここで守るという言葉はテーレオというギリシャ語で、その意味は維持する、守り続ける、見張るという意味がありました。清潔の福音はとても正確ですね。ただ守るだけではなくて、維持する、守り続ける、見張るという意味があったのです。ですから私たちも主の来臨の時、すでに全く聖なるものとされた状態で主を迎えるために待っていなければならないでしょう。ですから速やかに変えられましょう。皆さん、これを考えてみましょう。ある日、皆さんの家の前の道で工事が始まりました。マンホールカバーが開けてあって、立ち入り禁止テープが貼ってあるのです。そして工事中という看板が立ってあります。道を通りにくいでしょう。うるさいし、匂いもするでしょう。でも下水道の工事をするみたいだと思って、もう数日で終わるだろうと思って我慢しました。ところが1日2日3日までは良かったのですが、工事が途中で止まってしまって、数週間、数ヶ月間経ってもそのまま放置されていると考えてみてください。工事中という看板はあるのに、仕事はしないで道を通るのに邪魔になっているなら、人々はどう思うでしょうか。なぜ工事を始めておいて済ませないのか。迷惑ばかりかけて、だらだらしないで早く終わらせてほしいと思うでしょう。皆さんの心はどうでしょうか。心に工事中という看板を立てておいて、数年経っても数十年経ってもそのまま放置しておいたのではありませんか。だいぶ前、テレビコマーシャルを見ましたが、洗濯洗剤の CM でした。私は前見たことがあって覚えていますが、洗濯物がたくさん溜まっていて、ある主婦が洗濯機にこの洗剤を入れて洗ってみるのです。そうしたら、洗濯物の量が多くても短期間に早くきれいに洗濯ができました。それで主婦はとても喜んでいました。そして
洗濯が終わった洗濯物を全部、洗濯物を全部出して干したのですね。それで両手を上げて、喜びながら、笑いながら、洗濯おしまいと叫ぶ姿でした。そういうCM がありました。皆さん、私たちも速やかに心の壊れている祭壇を十二の土台石で立て直しましょう。それで心の工事おしまいと叫びましょう。心が清くなって、すでに清められた後、喜びながら叫ぶ皆さんになりますように、今年の教会の祈祷課題の第2は花嫁の備えを全うしようです。花婿が来る前に花嫁自宅を終えて待っていなければならないでしょう。でも花嫁がお化粧をまともにしないでいるならどうでしょうか。唇も上の方だけリプスティックを塗って下の方は塗ってないとか、また髪も整っていないならどうなるでしょうか。花婿が来ると急いでどうしようと慌てるでしょう。お化粧もまだ終わってないのにと、そして部屋もきれいになっていないなら、自分が花嫁だと言っても、その結婚式の場に入れてもらえないでしょう。花婿が来てみるとどう思うでしょうか。あなたは花嫁の資格がありません。と言われるでしょう。主が来年されるとき、私たちは心を清くして全く背乗るものとされて、責められるところのないように完全に守られた状態で待っていなければならないでしょう。そのためには今日のように心の祭壇を十二の土台して立て直す必要があります。はい、ここでメッセージを終わります。また残りは次に機会があれば伝えます。今日のメッセージのタイトルはカルメルさんの祭壇の教訓ですが、今日が1回目で次回が2回目になります。はい、結論です。エリシャの時代は今のコロナ禍よりももっと大変な時でした。それでもカルメルさんの祭壇を立て直して神様に栄光を返しました。イスラエルの民族の信仰を回復させて多くの人を救いへ導きました。万民教会も万民の生徒の皆さんもエリアのように心の祭壇を立て直して教会を守り、そして全世界の多くの人々を救いへ導きますよう主の皆によってお願いします。お祈りします。父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。エリアの時代より、時代は今の私たちが置かれている状況より大変でした。それでもエリアは神様の前に主の祭壇を立て直して、火の個体を引き下ろして栄光を返しました。私たちも十二の土台して心を清く立て直すようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。